先の町は朝のラッシュから活動を始めます。市内21路線を走る市営のバスは353台、1日およそ18万人の利用者があります。その半数がラッシュ時に集中してバスはフル回転です。しかし渋滞した道路では動きが取れません。ラッシュの時間を過ぎると車庫は空車で埋まります。公営企業としての市バスは企業としての独立採算性と、採算が取れなくても市民の足としての公共性から走り続けるという役目を持っています。市バスの持つ問題を市民の皆さんに理解してもらおうと、市内5カ所で説明会が開かれました。市バスは皆さんの足として明日も走り続けたいのです。